こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題、ご質問ですね。質問、インフレでコインの仕入れ値も上がっている。今後販売値上がる、インフレが落ち着くまで購入を待った方が良いかということで、まあインフレでコインの仕入れの値段も価格も上がっていますかということと、あと販売の価格も上がるでしょうかということと、インフレが落ち着くまで購入を待った方が良いかというのがご質問です。1つ目、インフレは止まらない。2つ目、お金を増やしすぎて現物のすべて、かっこ原材料が値上がり。3つ目、社会不安も止まらない。止める気もない。4つ目、コインの価格は金が上がり、円安でコインの値上がりもあり、止まらない。ということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ今、インフレがかなり強くなっているということで、まあテレビニュースでも、小麦が上がる、原油が上がってる、まあいろんなメーカーが値上げをしていってるということがテレビでも言ってると思います。まあ私も基本的にはテレビ見ないんですけど、昼ご飯とか夜ご飯食べてる時にテレビがついてるのを見て、まあよくやってるっていう話を聞いています。で、まあおそらくこれから、まあそのインフレっていうのは信じられないほど上がるというふうに私は見ています。で、これは売る側、パン屋さんであろうが、蕎麦屋であろうが、ガソリンスタンドであろうが、まあ何もかもが、売る側がもう値上げをして良いというモードに入ってしまったので、まあここのストッパーがなくなったというのが一番大きな要因だと思います。で、まあこれ、特に日本はもう給料も上がらない、商品の価格も上がらない、価格は上がらないけど内容量がめちゃめちゃ減ってるみたいなのが日本のやり方だったんですが、もうここで本当に原油が上がって原材料がもう上がっているので、ここの値上げの歯止めっていうのをおそらくもうしていかないというふうに見ています。で、2つ目、お金を増やしすぎて現物のすべてが値上がりということで、まあ今言ったのと近しいと思うんですけど、石油、あと食料品、金属で、薬とかも基本的に石油でできているので、薬とかも値上がりしていきます。で、まあ交通費はちょっと乗る人が減ったりしているけど、インフラ自体は必要なので、ここももしかしたら値段が上がるかもしれないという感じです。で、まあ特にバフェットさんですね、ウォーレン・バフェットさんが日本の商社株とかも買ってるので、この商品を取り扱う会社はめちゃめちゃ儲かるというのがこれから起きてくることだと思います。まあ日本でも商社、大きな商社さん何社もあると思うので、まあ、このようなエネルギー系、食料品系、金属系、あと薬とか化学用品とかですね、この辺扱うところはもう片っ端から値上げをしていくというふうに見ています。3番目、問題は3番目ですね。社会不安も止まらない、止める気もないということで、今ロシア・ウクライナ戦争が起きていると。で、まあ今これ、3月16日に撮影してるんですが、まあ今日時点で16日間経ったんですかね、もう2週間以上やってるんですが、全く、収まる気がないと。まあ両方ロシアとウクライナ側で両方で条件を出してると思うんですが、まあどちらも飲む気がないので止まらないし、他の動画で武器を売るためっていうのと、エネルギーを、ロシアの、今まで売っていたところからアメリカが中心の、売り上げを立てていくということで、このエネルギー戦争、あと本当の兵器を使うものっていうのも、むしろこれから2年3年かけてさらに仕込んでいくような感じを受け取っています。なのでこの、社会不安とかを止める気はもう全くないですって。これ社会不安を止める気がないっていう本当に大きなテーマがあるんですが、そこはちょっと今回の動画では触れないんですが、とにかくまあ新型コロナになってからずっと社会不安ですね。お金も入ってくるかどうかわからないし、病気になるかもしれないしということがずっと続いているので、これは正直な話まだまだ続きます。で、そのように仕組んであるからです。まあ今日もさっき、ご飯を食べながら、またニュース番組をやっていたのでちらっと見ていたら、もうロシアのニュースが全部プロパガンダと、要は国が自分の好きなことを捏造してニュースを流してるみたいなことをあり、ずっと
敵対心を持つように、自分が不安になるようにっていう仕込みがされていたので、まあ、ここのところ3番目のところがある限りインフレも止まらないという感じです。4番目コインの価格は金が上がり、円安でコインの値上がりもあり止まらないということで、まあ、これまず金価格ゴールド、まあ、今日はちょっと落ち着いていて2050ドルぐらいまで1オンス行ったんですが、1920ドルぐらいまで下がっています今の時点で。で、まあちょっと吹き上がった分下がってるんですが、私は実は今日何をやったかというと、地金系の1オンスのコインを実は買いました。なので、金が上がっているということと、あともう一つこれもう円安傾向がもう完全に続きそうと。これは実はドルが本当は弱いからなんですけど、円はそれよりもさらに弱い位置に持ってかれてると。でこれ金利が上がらないっていうふうに円はもう、見込まれていると。まあおそらく支配者構造の中で日本は金利を上げれないっていう立場にまだもう少しかかるかなという感じです。なのでこの円安傾向、円安っていうのは今1ドル118円ぐらいですけど、これから120円になり125円になるとかっていうことまで考えられるので、まあ今の時点で円を持っていくんだったらドル資産に変えておいた方がいいという感じです。でまあコインの値上がりも、順調にやはり上がってってるので、まあゴールドでありもしくはプラチナでありっていうのに人気が集まってる感じです。で、まあ、今ドル資産に集まってる理由っていうのをもう一回整理すると、もう本当に武力ですね、もう武器、兵力っていうことと、あと金融を、もう完全に牛耳っていると。本当にスイフトを止めて国際送金をこれだけロシアに、制限するっていうふうには思わなかったので、まあ、ここがあるっていうことと、あとメディア、世界中のメディアですね、アメリカとヨーロッパのメディアはもう完全に、メディア支配者がコントロールしているので、もう好きなことを言い放題です。であとは医療も、当然牛耳ってるので、この4つの支配者ということと、あとプラットフォームを多数持ってるってことですね。もう Google も持ってるし、 Facebook も持っているし、 YouTube、まあ、YouTube は Google ですけど持ってるし、国際金融のその SWIFT っていうシステムを持ってるしということで、もう今本当に、欧米支配者はもうやりたい放題のタガが外れてしまったので、これから、まあ、社会不安に持っていくって話をするのがいいのかどうかわからないですが、私の方はもうより今まで以上に、完全な非常事態に、生きていくようにしています。なので日本円が増えてきたらすぐにドル資産、ゴールドに変えていくっていうことに変えていってるので、ちょっとその辺も含めて見た方がいいという感じですね。そろそろまとめです。まあ、今日のはインフレでコインの値段も上がっているけど購入を待った方がいいですかっていう質問なんで、待ってたらもう危ないですよと。一つは円安、一つはゴールドの価格が上がってるっていうことと、もう一つは現物資産じゃなくて現物と呼ばれるものがこれから全て値上がりしていくので、待ってるよりかは早めにまあ、何かターゲット決めてやっていくといいかなという感じです。まあ、ちょっと一応まとめると、まあ、この2月末からロシア・ウクライナ戦争っていうのは始まってきて、ずっとプロパガンダですね、もうウクライナが善、ロシアが悪ということをずっとプロパガンダしてると。でだんだんネットに書き込まれたり、いろいろ割といろんな歴史とかこの世の仕組みを知っている人たちが、いやその見方は偏ってるからおかしいぞということを、この2週間でしてってるところ、今テレビ局がやってるのは、要は自分たちが嘘を報道するとロシアで逮捕されてしまうので、ロシアの国営放送がやっていることがロシア側のプロパガンダ、要は、情報を操作してるっていうことを言い出したんですね。なのでこれテレビの見方っていうのは一方的に偏ってるものを見て、
それに対してどこにお金が流れていくかっていうのを見るのが正しい見方なので、まあ、今本当に旗色が悪いかどうかまではわからないんですが、ちょっと、まあ、どちらも苦しい戦いだとは思うんですが、かなり、情報戦の一段階上まで来たっていう感じです。で、まあ、今日のご質問に答えなきゃいけないのでまとめると、やはりインフレ傾向、現物がなくなっていくということを踏まえ、かなりシフトしていった方がいいというのが私の結論です。で、さっきそのゴールド今日もちょっと買ったんですけど、まあ少ない金額ですが買ったんですが、もうパラジウムの地金とかのものがかなり売り切れてたんですね。で、私はいずれゴールドが枯渇するかもしれないと、もう要は現場から金が売ってないっていう風な状況になった時に、おそらく今のゴールドの価格の、3倍4倍いくって本当に思ってます。なので1オンス、まあ、3000ドルぐらいは今見えていて、もう5000ドルとかまでいくっていう風に思ってるので、ちょっとここを気をつけてですね、なるべく今言ったようにレアメタル、ゴールド、プラチナ、パラジウムとかに、一部シフトして、その預金封鎖されても困らないようにアメリカドルの法定通貨を買っといた方がいいかもねというのが今日も結論です。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄、このようにご質問していただくのが一番ありがたいので、ぜひ何かご質問があればですね、コメント欄、もしくはメール、もしくは LINE で送っていただければと思います。あとチャンネル登録のボタン、赤い字で書いてますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。まあ今日はコインのネタも喋ったんですが、まあ最近世界情勢がかなり不安定なので、世界情勢も踏まえながら、私自身がですね、どう資産防衛をしていってるかっていうようなお話もよくしていっています。あと動画の最後に QR コードですね、概要欄に URL、LINE 上で、アットマークゴールドコインって英語で打ちますと、私が発行している LINE に登録できます。週1回ニュースレターを発行しているのと、あと水曜と木曜日と日曜日、1日2人だけ30分間、ズームオンラインで個別相談っていうのをやっています。まあ今世の中が非常に不安定な時期に入ったので、まあ、資産防衛どうすればいいかっていうようなご相談もあります。ぜひうまく使っていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。